さあ、そしたら前回に引き続き、はい、はい、大揉めに揉めた。そこからか。そこから言わんばいか。大揉めに揉めたけん。なんで？また揉むぞ。だって絶対大揉めに揉めたって言うたもん。大揉めに揉めた徳さんと、はい、次船で行きます。はい。美味しかったですね、あれ。美味しかった。めっちゃうまかった。ちょ次天ぷらしたいなと思って、うん、また釣ってすぐ天ぷらしましょう。おー、しましょう。次行きましょう。船で行きます。行きましょう。はい、一応ほら、なんかいろいろ持ってきてよ。あ、もう、うん、もうだって青物も。うん。そういったら。トルティガとスインパなんてなんてオタクはそんな言ったかそんな言ったか俺未だにレブロスやし皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。でしょう。よいしょ。わあ、これ広か。なんこれ。勢いかでしょ。快適やんこれ。快適やん。うちらが乗った船の2倍はあるぞ。こんくらいまでしかなかったんだ。今回あの山口船長やけん。船長の言うことは聞くように。はい。はい。エンジンの回、はい、エンジンの回転方教えろ。はい。船長。そこからけ。はい。おい、何個これめちゃよかやんか。ブレーカーもオン。はい、オッケー。やかましか、はい、じゃあ、あと鍵バー。はい、出発。おお、船長が言わんと。ああ船長、船長出発。はい、出発行くぞ。うわい、いつもの乗りで追いかけてしまった運転せんとけ。あれをあげー。上がっとるわ上がっとる。嬉しい。俺パーカー取って偉い寒かった。寒かですね。寒かった。着いたよ。はい。早っ。早っ。はい。よし。あそこの V 回り。了解。お、船長。エギングしますよ。はい、船長。了解、船長。よーし、船長が一番でみんな見てる。みんな準備のとろかも。船長はもう投げるよ、うん、船長早釣ってもう船長船長が釣り中のまま船長歩けやウェーイ。でも完全に風が出てきましたね。いいっすねこれ、こんだけ流れるの、うん、さっきベタベタやったけど、ね、うん、風が出だした。普段やり方分からんもんな。これ難しかやね。難しかでしょ。胸しゃぶなかね、まあ、ね、そうね、もう危なかった。さあ、おじゃらしていくか。はい、おじゃらしていきます。はい、到着。はい、船長お願いします。はい、どっちから進むかわからんけん、お願いしときますよ。あー、ね、あー、あー青門の爆笑船長の嗅覚がそう叫ぶ。嗅覚が、嗅覚が叫んでます。ベイトですか。あ、ここはなんか思ってみようかよね。風か、ベイトか。なんかね、ベイトも押しとくけどね。あ、ベイトだ。すげえいっぱいいる。ベイトすげえ。投げてみる。うん、うん、俺と投げてみる。ねし、ここにちょうどアンカーを落とす。下こう流れていって。あ、そうね。落とし方教えて。マジ落とすだけで、こいつ落として余分に長さ出して、くびる。くびる、くびる。はい、わ、じゃあアンターに任せますね。はい、アンターに任せますね。あ、でもこれちょうどいい感じに流されて、本当にちょうどモアの近くになってる。マジやん、完璧やん。さすが船長。そうでしょ、こんなもんでよかないですか。オッケー。うちはね、副船長の優勝かけ、うん、船長のくびってください。はい、またこれめっちゃよかやん、なんかもう、はい、オッケー。バサラカヨカやんね。バサラカヨカ。バサラカヨカ。バサラカヨカ。どこのこと。はい。めちゃくちゃ荒れてきたので、はい、戻ります。戻ります。やばいこれは。寒い。寒い人もいるし、荒れてきたし。はい。戻ります。はい。さあ、
船全くダメで、隣の人も視聴者さんで声かけてくれて、はい、6、7人で乗って行ってあった、うんうん、で7人ぐらいで朝から今の時間までやって、うん、こんくらいのタイ1匹って、はい、だからアラカブとかリリースとかつったらしいけど、あまあ持って帰れるのこんくらいのタイ6、7人乗っておいた、もうよっぽど今日は厳しかっただろうね。本当悪い人じゃね、なんかちょっと腰をやしね、あでやっぱ荒れた検定って帰ってきてた、あれはすごかった、鍵ブラシャーンって、ね、いやいやいや徳さんが取られて一度してくれで社長が弁当箱用意してくれて、はい、弁当いただいてもう一回堤防でリベンジしようですね、ちょっとだけ影響しまって、また今全然ダメでした、ダメでした、弁当いいですかいただいてお弁当いただきに来ました、今日イカだ、はい、すみません、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、すみません、から何までじゃあまでいただきます、ね、じゃあお弁当いただきま す、いただきます、午後の戦いに備えて、はい、元気いただきます、ちょっと熱いです、そうだな、はい、いただきます、ね、昨日のも美味しかったもんな、昨日も食ったね、昨日の美味しかったね、ったあごぼうの揚げたやつ美味しかった、いいな、昨日山菜を取ってきてね、そう、山菜も入っとった、この間つくしとかも食ったし、あ、いいな、あと季節を南蛮漬けめっちゃ美味しい、南蛮漬けよかったね、うん、甘い南蛮、何匹欲しかね、半匹、3、半匹、うん、半匹でよかね、うん、耳の天ぷら食いたい、さあ、それでは、はい、海も荒れてきたところで、はい、第2ラウンド、はい、徳さんが釣ったところで頑張ろうですね、ワンナイ、でもやっぱりあんだけでかいイカを釣ったとしてもこうやってイカ墨にはなってそう、ね、ないですね、うん、ちゃんとイカ墨がいっぱいあるところはその10倍釣れとって思ってるんですね、なんか宗男くんが秘密兵器バー忘れたてって一回取りに帰ったもんね、うん、はい、どこにおんね、さっき打ったら左に泳いでいかれたかも、あ、ここにお、ここにお、この下、この下、その、なんか紐もあって、この下大釣れんやろ、ふぐって絶対ふぐ、ふぐ、ふぐ、ふぐ確定した今、ふぐ、あ、来た来た、ほらふぐ、ふぐでかっ、ふぐでかっ、みよ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 、あ、ぷいってした、ぷいってした、ぷいってした、さんの竿なんでそんなビュンビュン言うんですか、長くないですか、これビュンビュン言うですね、よっかにゃビュンビュンね、ビュンビュン言うね、ビュンビュン言うですか、言わんすよ、全身使って言いますよ、もうなんかその音もせんとけど、じゃあ宗吉の秘密兵器は見せてもらう、なんか、うん、めっちゃいい秘密兵器を超教えてくれんさ、うん、朝からいいよらすもんね、ですね、よかと思ってきたさ、昨日買ってきたって言うんですよ、秘密兵器どれ、宗吉の秘密兵器、あ、こっちにや、そっちかい、そっちかい、こっちにや、そっちかい、出ろ、出してよ、出して出して、おぉ、チラシ入っとった、いやー、秘密兵器かこれ、絶対違うやろ、マルキンさんのゴールデンセール、サビキやんけ持ってきたけ、グッドミールセットも入っとられた、あ、サビキ、グッドミールセット、さすが、あ、サビキよかね、あ、それこそ朝イワシいたよ、梨朝イワ、あ、朝イワシおったやん、ちゃ梨朝イワ、最終兵器よ、これ最終兵器、じゃあ、胸じゃあ、秘密兵器やって、あれ向こう、うん、俺、平気する、あんま大した秘密兵器はなかったけど、ちょっとちょっと絶対、こいで釣れんない、マジ大ごとやろ
この辺多いやろか。うん、集まかな。おやっぱここにいるまでが釣り上げです。はい、キャッチ。こい天ぷらにしようよ。キャッチ。美味しそう。サバ天。丸々いって思うとね。丸ごとサバ天をいっぱい釣る。よし。任して。さっきブワー寄ってきたんですよ。はい、一瞬だけ。あの一匹ガーッと釣り上げてなかったですか。あ、一匹おる。なんかキラキラしようよ。ほら釣れた。うん、なんか。おお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 。はい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 。はい、来た来た。サバ。サバ。おい、サバスティック、サバスティック、サバスティック。まだ餌入ってないよ。ほら釣れた。ナイス。ほら釣れた。ほら、そのペース。ほらほら。あ、まだいっぱい来よ、いっぱい来よ。ほら。ほら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 。4になった次。めちゃめちゃ。マジで？サバ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 。サバサバです。最終奥義。ナイスやね。1回で1人分ぐらいやっぱりさ。ナイスすぎるやろ、振り張った時の。いやもうこれ必要かって思ったもん。明日ね、やばいぞって。夜買いに行ったけど。だってこれ餌まだ入っとっけんね。入れんでよかも。エコやん。匂いで集まってくとかな。見えるの？落として、ついて、巻いたらもうついとっさ。ついた？うん、ほら、いっぱいよ。おー、いっぱいいっぱいあるよ。ベラよ、もう一回落とそう、もう一回落とそう。バラヨンや。全部くっつけられちゃうから。わー、2匹目。あ、3匹ついた。すごか、すごか。なんか空瞬間すごかね。キラキラしようよ。わー。絡まって。サバイブレーション。サバイブレーション。サバイブレーション。これ、竿頭じゃんのか。オッケーです。よし。ジャッカルサビキよかね。でかい。見てみるサビキ。おお、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。あらんか、マジで。今、大津だ、大津だ。いや。もう一回、ギラギラしよう。あ、外れた。おお、ほら、来た。来た。もう一個であげんばね。なんか、食いの悪くなってきたけ。ちょっと天ぷら食わんばけんね。ポールでブワーッと崩れてね、寄ってきて。もう一旦経験した俺らがもうやいのやいの言って。おお、ついてきた。ほらほら、ついてきたって。めちゃめちゃおるやん。はた、ついてきたって、そういえば、こいつら、ああ。もうそういえば見逃した。あっち、ちょっと。ちょっと先に釣りしたけど。あ、もうバッチリ。あ、バッチリ。持っていくな。ほいで、早巻きしたらついてくっけん。早巻きしてついてこさせたとにフォールですね。そうかかったもん。そう早巻きしてついてこさせてフォール入ってゆっくりフォール。いいね、フリーフリー。そしたらあとはもうゆっくり巻いてきた。あ、来た来た。すごい。ほら。俺のアドバイスの。あ、取れた。取れたかい。まだまだ落ちた。ほら食った。あ、ずだ。もうバラよバラよ。やばかった。今やばかった。お、ジグリもついた。ジグリも。いややっぱ早巻きしたらねブワーって集まってくるっちゃでフォールでフォールで反応しちゃうのよね。あざます。あ、ついた。あ、ついた。あ、来た。いやなんやろうね、この楽しさ。じゃあちょっとマジこれで天ぷらしようぜ。オッケー。これ天ぷらいいね。天ぷらと丸揚げ。めっちゃ楽しかった。あんな船で苦労した時は堤防でサビキっていう一番楽しかった。まあでももう一匹イカ本当は欲しかったけどね。でもまあしゃあないね。まあ、あそこで例のところで天ぷらしゅう、はい、了解です。いいね。それではさばいていこう。はい、はい、最近このジャッカルハサミがうんめちゃくちゃ使い、めっちゃいい、うん、家でも用使いよくけど、ね、いい感じやけん、ちょっとめちゃめちゃ綺麗。持ってきた、これいいよね、うん、お、
ういう魚さばきにも使えるで、ちっちゃい魚とか特に便利、これだけ で、あと内臓を出して、うん、エラ取ってとかですね。やっぱり面白いかね。面白いかコラボで言ったらマジ4年5年ぶりかも、うん、あったのはさ、ちょいちょいあったりもしよったけどさ、あとね、ね、ここよか、この場所借りました。でも本来ダメですからね、うん、特別に貸してもらって、うん、よかね、でもありがたかね、本当にありがたか、特別に貸してもらってます、うん、あげるねっていう。ああ、ナンバーほうなるほど、勢いか、素晴らしい、これ特許品やん、ここね、なるほど、考えたね、はぁ、なるほど、うちのあの小屋も小岩石よかったとか、あぁ、風なくなった、おぉ、これはよかばい、これは素晴らしい、素揚げ用に、天ぷら粉で、はい、天ぷら粉で、ちょっとまぶしてみますか、まぶす、どう思いますよ、徳さん、これで、おぉ、いいと思いますよ、イエイ、いいんじゃないですか、ちょっと硬いかな、油に一滴ピッとやって、うん、おお、もうちょいもうちょい、もうでも準備しますよ、もう、うん、行く、もう行こう行こう、ほうほう、これ肩唐揚げ、下痢の出と下痢ね、これは、あ、まだ半ば下しとったね、うん、でこれちっちゃかったよ、もうおらんちゃんか、アニサキス、下痢、こんだか細かい下痢サキス、入れます。ゲリサキス嫌だな。なんかめっちゃ美味しそう。うん、これ絶対美味しかろ。こんな料理出てくるよね。うん、あのそのお魚の置く場所とかあると。今ありますよ。お魚ありがたいですね、うん、お魚おいおい来るうかにゃーい、なんか微妙に合いそうだな、ほらどんくらい、サクサクやろ、シュカ厚かろこれ、いや、普通のこれ全然、俺もこれ、あ、天ぷら髪の毛を掴んだ感じで分かった、うん、揚げたてやけど、でもね、ガチガチっていけると思うね、なんて今日本語で言った、今日本語やった、はい、もうこれあげる、あ、はい、日本語、天ぷらもあげる、これ最後塩コショウするとスープです、はい、はい、先輩、はい、そのまま天ぷら、天ぷらもうまそう、天ぷらうまそう、いただいております、じゃあ食べていきますか、わー、贅沢ね、これそのまま食っていくわけやろ、よかった、最高やん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 、絶対うまい、絶対うまいやん、いただきます。いただきます。いただきます。頭から。はい。あ、上がった。おいしい。うまい。うまい。うん。うまい。うまい。目ん玉ヒット出そうですね。あ、うまい。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 なんかでも食ったことあるけど、何の味だよ。なんか分かることある気がする。なんやこれ、めっちゃうまい。なんか裏子だからいいのかな。めっちゃうまい。かも。うん。なんかな、これマジでうまかったけど、いや、マジで、ね、いや、おい、これあんまビール飲まんけど、ビール飲みたくなる、うまさやろ、いや、めちゃくちゃうまい、なんか塩コショウかけすぎだから、うん、いや、オッケー天ぷら系は、ね、腹かかってます、天ぷらいただきます、いただきます、天ぷら箸がいっぱいあるけど、どれがどれかわからんかった、うん、うまい、うまい、うまいっすね、うん、うまい、おいしくは、うまい、うまい、うん、わあ、うまっ、うん、え、結構な、うま、上位に来るのか、うま、じゃあここでアンケートを取ります、はい、で、素揚げと天ぷら、どっちか投票してください、はい、目つぶる、目つぶりましょうか、うん、つぶってどっち、うん、意味あるか分からないけど、一回試しにつぶってみます、ね、じゃあ俺も目つぶってみますね、素揚げが良かった人、はい、意味あるのかな開けますよ、はい、はい、あ、開けとこれ、おぉ、うん、なんで目つぶったっすか、うん、目つぶらんもん、え、開けとった、いや天ぷらが良かった人、俺、こっちかな、はい、おぉ、なんかふわふわしてた、天ぷらの方が、いや、天つゆがあったら、天ぷらの方が良かったかな、あー、わかっかも、大根おろしとかね、もらいます、あったら、はい、やっぱ骨の半分ね、なんで素揚げ派の人間が天ぷら作るの
そうね、裏切ったな。そうね、違うよ。あ、そういうこっちで潰れかとか。あ、いや、オッケーオッケー。半分半分以外しとこうか。あ、じゃあこっちしようか。綺麗かも。そりゃそうよね。これで綺麗じゃなかったらどかになったよって話よね。一人で俺もちょっとなんか話しばしよっとよ。話しばしよっと盛り上がって、会話ばしよっとよ。今あかんから また揉むでしょ。一人で盛り上がりよっとよ。どの一方通行俺何の会話しよったっけ。やっぱサバの新鮮が良かったよ。中中サバが新鮮じゃなかったよ。サバじゃんか。俺にはそう聞こえた。確かに一人で盛り上がったし。では一人で盛り上がっていただきます。あ、頭うん、めっちゃうまい。めっちゃうまいね。うまか。やっぱ天ぷら派は天ぷら入って、うん、いや、うまかった。まあそんな感じで、はい、ホクホク。ちょっとまだ調べてないけど分からんけど、うん、奥さんとのコラボ下手したら 4,5 年ぶり、うんうん、だってコラボせんくなって忘年会で会ったのが多分1年ぶりで言うた記憶あるもんな。 4,5 年ぶりのコラボでした。はい、はい、でやっぱ当時とかありがとうビッグで切れてくれたし、うん、楽しかったっすね。イカも釣れたし、楽しかったっすね。そのうち釣りの班の方に俺らが出るので、うん、楽しみ。リンク貼ってます。はい、そちらも楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしく。いやいや、また揉めます。揉めたらまた3年後3年後に俺たちの戦い。遠いな遠いな。おい、ありがとうございました。お疲れ様でした。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。